シロンとは、ブガッティオトモビルが2016年から全世界500台限定で製造しているハイパーカーである。シロンという社名はかつてブガッティに乗り活躍したレーシングドライバーのルイシロンから取られている。2016年ジュネーブモーターショー開幕の前日、2月29日に発表され、価格はベイロンの倍となる260万 US ドル、240万ユーロとされた。 エンジン形態は、ベイロンと同じく、8リッター W16-4 ターボエンジンだが、最高出力1500馬力、最大トルク 163.2kgm と、大幅に向上。ほぼすべてのコンポーネントを設計から改良し、重量増を抑えているものの、大出力のエンジンとそれを伝達するギアだけで 700kg ある。4機のターボチャージャーは、 発進時には2機のみ動作し、残りの2機はエンジン回転数が 3800rpm に達すると作動するように設計されている。これによって発進時や低速域からのトルク特性がリニアになり操作性に寄与している。駆動系統はハルデクストラクション製の4輪駆動システムとリカルド製のデュアルクラッチミッションが組み合わされている。 FIA 世界耐久選手権の LMP1 レースカーと同性能のねじり、合成と曲げ剛性を発揮する、ダラーラ製フルカーボン構造車 C 採用により、軽量化が図られているものの、車両重量は、ベイロンより 155kg も重くなり 1995kg にも及ぶ。W16 エンジン裏間のデザインにも関与したサシャ、セリパノフによってデザインされた。 伝統的なブガッティのデザインを踏襲しつつ、空力効果やエンジンの排熱効率を高めるための、技術的なデザインが施されている。馬蹄系のフロントグリルに加え、タイプ57クーペアトランティークのデザインを元にした、ルーフからリアエンドにかけて流れるセンターラインや、エッドーレブガッティのサインをモチーフにした、C ラインがデザインされている。馬蹄系のグリルは、 エンジンの膨大な熱を処理するための大量の空気を取り入れるためのデザインであり、センターラインは直進安定性を考慮したものである。交渉の最高速は時速4 2 0トルとされているが、実際にはそれを上回るスピードを出すことも難しくないとされる。理論上は時速4 8 0トルを超えることも可能とされるが、 シロン専用のタイヤが新開発されても、なおそのスピードに耐えうるタイヤがないため実現できないとされていた。しかし、2019年9月2日に、プロトタイプによる最高速計測で304.77マイルパーアワーを計測し、ハイパーカー発の300マイルパーアワー超えを達成した。燃費性能は 4.7kmL とされている。2018年3月、 ジュネーブモーターショーにおいて公開された。標準モデルのシロンと比べて、約 18kg 軽量化されており、サスペンションとドライブトレインにも改良が施されている。2019年2月、ブガッティの創業110周年を記念する20代のみの限定モデルとして、シロンスポーツをベースにした、シロンスポーツ110アンブガッティが発表された。 ジュネーブモーターショーにて発表される予定だったが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開催中止となり、2020年3月、フランスのモルスハイムの本部において公開された。リアウィングを可変式から固定式に変更することで、油圧機構などを省略し、約 50kg 軽量化。ギアのショートレシオ化によって中速域の加速性能を、 上げるなどの改良が施されている。最高速度は時速 350km にに抑えられている。60台の限定生産で価格は300万ユーロとなっている。市販車世界最速を記録するために白号ベースに開発されたモデル。2019年8月2日にドイツ北部のエーラレシシェムで行われた記録会において時速304.773マイルを記録し、 史上初めて市販車として時速300マイルを突破したロングテールを採用しブラックカーボンのボディにジェットオレンジのピンストライプが入っているまた乗降時にドアを開けると LED ライトによりスーパースポーツ300の文字が地面に照射されるシロンスーパースポーツ300の市販バージョン30台限定で生産され価格は日本円で4億3000万円から ボディは、シロンスーパースポーツ300とほとんど同じだが、ホイールなどの細かいところが変更されている。同年のミラノモーターショーで実写が展示、公開された。ブガッティの創業110周年を記念して制作された、ワンオフモデル。2019年のジュネーブモーターショーにおいて、公開された。社名はフランス語で、黒い車を意味し、1930年代に、 ブガッティが製作した名車タイプ 57SC クーペアトランティークにインスパイアを得たものとなっている。メカニズムはシロンから変わりない。ありがとうございます。